じゃあ、その、お見合いの、その、なんちゃったかな、なんだっけ、あれ、あ、仕事された、あれじゃないけど、あれってなんだろう。釣りがきやったかな。じゃないけど、あ、まあ、じゃあ、一体どんな人物なのか。いや、釣りがき見えたご紹介、お仕事できないなと。じゃあ、これなんだ。これ実はね、アマーが一番好きなレコード、実はこれやねん。意外かな？意外ですか？このバンドね、実はアトランタあたりのバンドね、アメリカの南部。で、これ日本のレコードでこういうね、帯ってのがついたことね。そうそう、黒人メンバーいらっしゃるんですね。白人黒人混成バンド。アメリカ南部の。ブルースロック。まあ、サザンロックって言われたジャンルになっちゃったけど、まあ、ブルースロックなんですよ。ね。で、まあ、黒人メンバーがいるってことで、このバンドは非常に暗殺。暗殺がね、暗殺された。特に、スライドギターというか、まあ、ね、その、ボトルネック装備。このスライドギターやドブロみたいな感じで、エレキギターをボトルネック奏法したと。もう一般的にはそれスライドギターの一種って呼ばれちゃいますけどね。実際にはスライドギターとか、ボトル、あ、じゃあ、スライドギターとかドブロみたいな音をエレキギターでも出したりと。スライドギターって実はギターの形してへんの。どっちかというと鉄筋みたいな形してへん。で、この、ドブロは知ってるかな？ドブロは、ね、横向きにやって、で、スライドギターに対して。で、スライドギターもこう、ピアノみたいにこの、上から平面を見る。ギターはじゃあ、その平面が体側に、ね、体に乗ってる、同じ向きでしょ。そうすると、ここに平面があるんです。これみたいな。ところがね、スライドギターこういうふうに見てピンピンピン。ドブロもこうで。みたいな奏法を、こういう弾き方のエレキギターで弾いた、その代表的なプレイヤーが、デュアン・オールド。オールマンブラザーズっていうグループですけど、このバンドの中でもこのアルバムが一番好きやねん。で、そしてうちが持ってるレコードの中でこのレコードが一番好きなの。意外かな？もう大好きやねん。な。っていう感じです。次が大事だ。以上。